んかちっちゃい怖い。これでみんな水揚げの量がわかるやん。でもちっちゃい子はそんなにあの根も張ってないからちょびっと。これで出てくる虫も。これはいい動画なんでいいぞ。マジ。で、あとは仕分けにする。あげる量がわかる。これムチムチや、全然。あ、そういうのやで、一回死んだ。あ、そうな。あの、寒さで。このモケモケの子は特に蒸れやすいから。モケモケは蒸れやすい。なんで2回言うの？いや、この動画多分できたって。はい。下は？下はもう適当。でもこの辺濡れてるよ。濡れてないとこだけガーって。もうそんな感じであげてたわ。じゃあ濡れたらさ。それを何往復もちょっとしてたわ。たらん？うれ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 。もうちょっと。うれうれ。やめろ。やめろってほんま。やめろって水をやめんの。どっちやねん。ちゃうやん。水は。口にかけんのやめろ。知らんし、もう。このふにゃふにゃですね、もうこれね。で、この子はちっちゃいからもうピュッピュッピュッ、こんなもんです。うん、かわいいな、この子。かわいい。うん、書いてないよ。あれ、あの、アリサさんからね、買ったやつ、うん、7種やったから。いっぺんにあげよう思ったら土あふれかえるからさ。うん、あ、それで、うん、ほら。何回か分けてんのか。うん、今のも良かったんじゃん。理解したんやと思う、みんな。おら、はい、そう、それ死んだ、死んだやつ。でもたまに死んでもないのにおらんときはね、その飛んでいって探し出すけどな。ちっちゃい。ほんま復活したらすごい、これで復活する自信ある？知らん。なんてやつや。最後の最後で突き放す。飲むんじゃね。この子らはいいの？だってムチっとしてるもん。うん、またいらん。で、こっちにネビンナ飛んでて。気持ちいい。